射撃統制システムは、射撃統制を行うためのシステム。射撃式システム、射撃管制システム、射撃統制装置、射撃式装置、射撃管制装置、射撃式管制装置とも称される。回線分野では射撃式システム、陸線分野では射撃統制システム、航空線分野では、下機管制システムと称されることが多い。射撃統制とは、 目標に対して効果的な射撃を行うために観測具、照準具、測定具などの機材を用いて目標の捜索、探知、捕捉、追尾から弾丸を発射するまで人員及び火器を含めた機材の一連の動作をまとめることとされる。移動目標に対して火器システムで交戦する場合一般に次の6つの段階を経ることになる。目標の捜索 探知的見方の識別目標の補足、追尾未来一修正角の算定下きの軸線の設定射撃このうち、目標の捜作、探知から未来一修正角の算定までが射撃統制の基本要素である。また、射線の付与まで包括する場合や、さらに射撃に関して、その時間や弾量、弾丸の爆発を制御する場合もある。さらには、射撃後にその効果を評価し、 次の射撃に反映する場合もある。また、友軍の他の機体、艦艇と連携して、目標の捜索探知や、目標の補足、追尾を行うことで、誘導距離を延長したり、自システムの非探知性を下げたりする方法がある。ローは、他センサで探知した情報を受けて、ミサイルを発射し、自システムの福域に入れば、自らの射撃管制レーダーで誘導するものである。イヤは、 他センサで探知した情報を受けて、ミサイルを発射し、自センサではなく他センサの情報をもとに引き続き誘導するものであり、自らはレーダー照射を行わないため目標からの探知性を下げることができる。用途によっても異なるが、例えば戦車砲の統制に使用する射撃計算機は、一般に下記のような機能を持っている。弾道計算のための入力諸元は、 用途によっても異なるが、戦車砲などを例にとると、多摩種、射距離、発射薬温度、方針エロージョンなどによる、初速修正量、気温、気圧、往復風速、法時計射角などが用いられる。これらは自動的に、または手動で計算機に入力される。陸上及び車両搭載 FCS は、陸上目標に対する消火器、火砲、 ロケット砲及びミサイル発射機、水上目標に対処する火砲及びミサイル発射機、並びに空中目標に対処する火砲及びミサイル発射機の射撃を統制する。なお、戦車の場合、システムの高機能化、複雑化に伴って砲の旋回、不行などの制御を担当する砲制御装置の機能が FCS から分化した。例えば、日本では式戦車までは、 FCS と区別されていなかったが、74式戦車以降では別隊として開発、装備されている。陸上目標の捜索・追尾のためのセンサーには主として硬派機器が使用されている。戦車砲や対戦車ミサイルなどでは対処目標との距離はせいぜい 5km 程度であり、一般に光学照準機による速角トレーザー装置による速興を行っている。 また、昼夜間を問わず、偽装された目標でも視認できる赤外線センサーを併用することも多くなっている。一方、空中目標の捜索、追尾のためのセンサーには、主として電波機器が使用されている。この電波機器には、捜索レーダー、補足レーダー、追尾レーダー、速距レーダーなどがあり、目的に応じて使い分けられている。また、 複数の機能を一つのレーダーに持たせたものもある。これらのセンサには一般に電子防護策が施されているほか、電子攻撃や地表面反射などの影響で機能が低下した場合に備えて電子光学センサが補助手段として併用されることが多い。また近距離では簡便的に光学照準機などの光波センサが利用されることもある。 マーク25レーダー搭載のマーク37方位版。水上艦搭載 FCS は、陸上目標に対する火砲及びミサイル発射機、水上目標に対処する火砲、ミサイル発射機及び魚雷発射艦、水中目標に対処する対戦迫撃砲及び魚雷発射艦、並びに空中目標に対処する火砲及びミサイル発射機の射撃を統制する。陸上、 水上及び空中目標の捜索、追尾のためのセンサは、主として電波機器が使用されており、その容量は陸上及び車両搭載 FCS と同様である。一方、水中目標の捜索、追尾のためのセンサは、一般にソナーが使用されている。潜水艦搭載 FCS は、水上目標に対処するミサイル発射機、水上、または 水中目標に対処する魚雷発射艦の射撃を統制する。対艦ミサイル及び魚雷発射のための目標の捜索と追尾のためのセンサーは一般的にソナー及び潜望鏡が使用されている。例えば魚雷を無誘導で発射する場合、手動、または情報処理システムなどで目標の距離、進路、速力を解析した後発射した魚雷と目標の艦船が衝突する進路、 速力を FCS で算出し、魚雷に入力することになる。また現代の誘導魚雷では、必ずしも目標に衝突させずとも、十分に近接させればよく、さらに様々な誘導モードがあるため、これらの兵器の特性も考慮する。アン、APG-633。航空機搭載 FCS は、陸上目標及び、水上目標に対処する過報。 ロケット発射機、ミサイル発射機及び爆弾投下機、空中目標に対処する下方ロケット発射機及びミサイル発射機の射撃を統制する。最初期は、小門・小生の形式で始まり、望遠鏡式の照準機を経て、第二次世界大戦では構造式照準機に発展した。現在では、目標の捜作と追尾のためのセンサは、主として、電波機器が使用されている。 通常、搭乗員は、航空機の操縦と射撃を同時並行で行わなければならないため、航空機搭載 FCS では、複数の武器を1台の FCS で統制するなど、多機能性が要求される。このため、単に空中目標を捜索、捕捉するためのルックダウン能力、地上や海上を捜索するためのグランドマップ能力などが付加されていることが多い。ありがとうございます。